視聴者提供絵本、題名ちゃんと早寝早起きをしよう。作者まこ。ある日、小島は寝ていました。そしたらお母さんが机にいちごを置きました。いちごの匂いで起きると思ったんですが、小島は起きません。その2分後、小島は起きました。時間を見ると9時です。学校に行く時間は9時なのです。小島はいつもなぜ早起きできるのに今日だけ起きれなかったんだろうと思い考えました。あ、そういえば昨日12時まで起きてたんだった。どうしようと思いました。小島は泣きました。ピエン、ピエン。それでも小島は勇気を出し学校へ行きました。小島は学校に着きました。行くと先生に怒られず、次は気をつけてねと言われました。その後楽しく学校で勉強をしたり遊んだりしたとさ。終わり。作者まこちゃんの作った感想。私は初めて本を作りました。題名や本の内容を書くのは難しかったけど、できた時すごくすっきりしたし嬉しかったです。また機会があったら作りたいと思いました。絵が苦手？え？上手だったけどな。なので少し下手ですが見てくださいということです。いやー、ほんわかストーリーでございました。イエーイ動画にしてくれたら嬉しいですっていうねコメントいただいてたんですけど、ようやく動画にできました。見てくれたかな。結構時間が空いちゃいましたが、新学期に入ってみんなちゃんと起きれてますか？学校行けてますか？と言ったね、本当はこれは4月上旬にねいただいたんですけど、4月下旬に投稿ということでね私も最近忙しくなってね、寝坊はまだしておりません。大丈夫です皆さんも気をつけてね、これからの新生活頑張っていきましょう。ではならねー。